国の重要文化財である本殿は重厚な彫刻が特徴。い森もの剣道牢の台座には52名の名が刻まれている。水上な山の上社は長野県千曲市にある神社である。本殿は国の重要文化財。境内のい森もの剣道牢は千曲市の有形文化財に指定されている。江戸初期に諏訪大社から祭神を勧生して創建される。 完成期に混流された本殿は一見者流れ作りで、諏訪の大工、柴宮長左衛門による彫刻が無数に施されている。彫刻の豊富な主題と、豪壮な表現技法は、当時の建築様式を伝えるものとして、国の重要文化財に指定されている。また、境内の飯森所の検討量は1839年7月に、下戸倉塾に働く飯森城52名と、 は小屋主人が奉納したもので、台座に刻まれた52名の言い森城の名を確認することができる。筑く市の指定有形文化財である。諏訪大社に習い、7年ごとの4月中旬にお柱祭りがある。直近のお柱祭りは2010年に行われた。筑く市 HP 選曲市文化財、一覧2014年7月25日閲覧、選曲市 HP。 いモリ女の検討2014年7月25日、閲覧 ABC 選挙区市、HP 水上船山の神社のお柱祭り2014年7月25日、閲覧。ありがとうございます。